雪印メグミルク株式会社は東京都新宿区に本社を北海道札幌市に本店を置く日本の乳製品メーカー。雪印乳業株式会社と日本ミルクコミュニティ株式会社の経営統合により2009年10月1日に両社の持ち株会社として設立。2011年4月1日に2社を九州合併し事業会社となった。 雪印乳業を中心とした雪印グループは2000年の集団食中毒事件と2002年の牛肉偽装事件により雪印食品は2002年4月30日限りで廃業、雪印乳業は2003年1月1日に死入部門を分割し日本ミルクコミュニティを創設するなど事実上の解体を余儀なくされた。しかし、 その後の地地高等などの影響から、2009年1月27日、雪印入業と日本ミルクコミュニティは経営統合を発表。同年10月1日に、両社が共同株式移転を行い、共同持ち株会社として雪印、メグミルク株式会社が設立されるに至った。2010年10月14日、2011年4月を、 メドに子会社の雪印乳業と日本ミルクコミュニティを吸収合併することを発表。2011年4月1日に2社を吸収合併し、事業会社としての雪印メグミルクが発足した。2012年11月13日には共同入業と資本、業務提携することで合意し、共同入業の株式約20%を取得して、 持ち分法適用関連会社とした。営業上の本社は、東京都新宿区四谷本市予町5番1号。陶器場の本店は、北海道札幌市東区内墓町6丁目1番1号。これは、旧、雪印入業時代から変わっていない。未来は、ミルクの中にある。同社のコーポレートシンボルは、スノーミルククラウンと呼ばれ、 旧雪印入業のマークを白色のミルククラウンで囲ったものとなっている。なお、2011年7月に通信販売限定で発売した潤いの恵みより製品パッケージにもスノーミルククラウンのコーポレートシンボルと社名フォントの導入を開始し、以降に発売される新製品、リニューアル品にも順次導入されると社名フォントは パッケージ正面の右上か左上に配置される農協ブランドやドールはコーポレートシンボルは入らない。製品の大半はコーポレートシンボルの下に小さく社名フォントが記されているが製品によってはコーポレートシンボルの右隣に大きめの社名フォントが記されている場合やコーポレートシンボルの上半分を囲うように社名フォントが記されている場合がある。 本校では、雪印メグミルクの設立以降の遠隔を述べる。雪印乳業、日本ミルクコミュニティの遠隔は、各詳細記事を参照のこと。以下カ,カテゴリー別に列挙する。カッコ内は、主な商品であるが、毎日骨太と、牧場の朝は、経営統合時から9会社それぞれで発売されていた、ブランドであり、カテゴリー範囲が広い。なお、 スキムミルクや粉ミルクなどの一部製品はグループ会社のビーンスタークスノーが製造を行っている。インは、旧、雪印入業工場。インは、旧、日本ミルクコミュニティの工場。なお、旧、日本ミルクコミュニティの工場の住所後に、記載の英数字は、製造工場番号1946年に、雪印入業の実業団チームとして創部。 スキージャンプの競合チーム。雪印メグミルクへの再編に伴い、チーム雪印から解消された。通称は、チーム雪印メグミルク。ありがとうございます。